金属でできた折り紙を手に入れたので、作品を作ります。たかしが。いや、新規が。あ、僕が。ツッコミ忘れたけど、金属ってできてんの？折り紙っていうものですね。うん、こんな感じなんだ。おばあちゃんちなぎろみたいな。純銅ですね。銅なの？銅、銅。頑張ります。これ折れんのかね。ということで折り紙してもらいます。まあ、鶴作るだけだけど。あ、すごい。あのさ、網目状になってるからさ、うんうんうん、引っ張ると伸びるし、押すと縮まるの。これの場合はこの網目の隙間とかが多分埋まって、あ、伸ばすと曲がる。曲がってるね。厄介ですね。厄介。あと爪がまずいな。爪負ける可能性あるよね。負ける、全然負ける。あー、なるほど。僕でもちょっとわかる、その気持ちが。形がつきすぎちゃうみたいなことかな。そういうこと。あー、もう嫌だ。仕上げ。うん、こんなもんかな。おー。強そうだな。ふーん。金属でできた折り紙を手に入れたので、作品を作ります。あー、もういいか。今回はじゃあ、たかしが何を作りますか？最近覚えた、鶴を。最近ってもう1年ぐらいやってる。回数で言ったら最近。作ります。ステンレスの折り紙を。はい。使って、鶴を作ります。半分に折るでしょ？はい。こうだよね。そうだっけ？もう一回こう行くっけ？行かないね。行かない。ここに実は、フリーズルの作り方っていうのを見つけてしまって、たまにカンニングしてどう？普通の紙と比べて。この音を聞いてほしい。はいはいはい。難しいとかは、まあ、あんまりない。どっちにしろ難しい。あ、なるほど。紙が簡単っていう前提で話してた。それ申し訳ない。あ、そうそう。別にどっちにしろ難しいから。素材変わらん。もうちょっとで。もうちょっと。もうちょっと。逆だな。そう。やばい。この素材において折り間違いは致命的だよ。これって顔どっちでもいいの？僕はね、汚い方を顔にする。こっちも汚い。顔二つ？来ましたー。どうですか？総評は。折り紙むずい。金属の折り紙を手に入れたんで、作品を作ります。私が。いや、新規が。あ、私が。はい、そうです。金ですね。はいはい。最後の一枚。最後の一枚、作品を作ってもらいます。はい。ちなみに何作るんですか？僕の作品でさ、ブルータリズムってやつなんで、これ、これ。フルサイズではもちろんできないから、この大きさで作れる、まあ、最小。マジ？ちょっと待って、これマジでちょっと。でも、間違えちゃった。え、そう。1個。うん。マジ？嫌になっちゃった。やめていい？もうちょっと頑張って。緊張する。とりあえず下ごしらえは終わり。すごい。見えんのこれ。見えるね。ギラギラじゃん。ギラギラ。またこれ組んでいくと。すごい感じになってきたね。ちょっとなってきたね。はい、形にはなった。できた。うわ、すごい。汚い。嫌だ。めちゃくちゃ嫌だ。結果としては、金属の折り紙も、慣れればそこそこできる。